我々は UFO が現れるのを待っている。マンションのてっぺんで手を広げ、 UFO が現れるのを待っている。マンションのてっぺんで手を広げ、もう一回行こうぜ。 UFO が現れるのを待っている。マンションのてっぺんで手を広げ。金の根を背に歩いてた僕の目に映った光る丸いチャプ台。急いで学校に戻って友人たちに話すと疑いながらも、あいつ机からおもむろに秘密の雑誌取り出した。僕はずっとその日から政府の陰謀を許すことはないよ。僕は UFO が現れるのを待っている。次にまたやってくるなら1999年世界中の天文学者は言う。ありえるってないなんて言えない、我々はってないなんてない。ただ歌った手に歌ってる進学先で見つけた同志たちの研究みたい。奴らはみんな見てばかりだけど、会話をするときばかりはシューゲイザー。そこで出会った初恋のメガネ女子、口癖はいつもアニメのセリフ。君だけに教えるよ秘密結社の存在を。僕はずっとあの日から財布の疑問を許すことはないよ。現れるのを待っている。君の前で体を張るべき時は2002年。君は言うの天気だねって笑う。そうじゃないってないなんて言えないよ。誰にもねないなんてない。決意を胸に歩いてる地表を手に、社会は僕の運動に冷たい。真実を知る人間はやめられない。ブラックメイソンなんかに負けない。どうせあの似たどもは不認可政策の支持者。僕は今日もこれからも財布の陰謀を許すことはないよ。そして UFO が現れるのを待っている。次にまたやってくるなら2012年世界中の預言者たちは言う。出ますってないなんて言えない、我々はってないなんてもうない。おじちゃんが言う、母ちゃんお前ことずっとずっと心配しとったぞ。仕送りはもういいけん、自分こともっともっとよく考えんさい。帰り道の書店でいつかの雑誌手に取った。今さらもう引き返せない。財布の陰謀を許すことはないよ。我々は UFO が現れるのを待っている。マンションさあ、といって世界中の天文学者は言う。ありえるってないなんて言わせないよ。もうそれはそれはないって。 UFO が現れるのを待っている。マンションのてっぺんで手を広げ、さあ、といって世界中の預言者たちは言う。聞いてますってないなんて言わない、我々はってないなんてない。
サイズ。